ゴリー沖縄。さあ改めてゲストキロロの千春です。よろしくお願いします。もう贅沢にね、うん、千春の歌をあんなに何曲も聴けるとは思わなかったけど。大丈夫だった？大丈夫、大丈夫だったじゃない。あなたの心も声で癒されてる人はいっぱいいる中のこの3人ですから、うん、ちなみにここのお店はどうやって出会ったの？道を通ってたら看板が出てたので、うん、あ行ってみようかなと思って見かけた、またあれ、うん、ここは何屋さんですか？ここはインドカレー屋さんです。沖縄でカレーですよ。そうなんですよ。ちなみにここのさ、うん、メニューなんだけど、はい、プレートで何種類もあるんだね。そうなんですよ。でこのスペシャルプレートっていうものを一気に頼んで、いろいろとご飯に混ぜながら、ほうほうほう、味変して食べていく。これ一人で食べれんの？私は食べれない分は夫にこう食べてもらったりしながら、でもいろんな味が好きだからちょっとずつ食べたいから選んでしまって、だからお腹空かせてくる。ああ、それぐらい楽しみな場所。楽しみ、もう本当に。こっちにする？はい。レギュラープレートだって。え、これでも結構あるよだって。うん。うん、でも食べれますよこれ。あ、そう。うん。行きましょう。行きましょう。この眺めがいい、うん、この風で揺れる草の感じとか、奥の芭蕉の葉っぱかな、ちょっとバナナに似てるけど、うん、そういう感じとかも南国だなって感じがする。風があるから今日は涼しいですね。千春さ、うん、車の中で、うん、俺とやりたいことがあるって言ってなかった？言ってた、覚えてた。これ恥ずかしいんだけど、やりたいっていうか教えてほしいなって。教える俺が何？何ですか？え、演技俺演技上手くないもんだって。監督さんでしょ？いや、まあそうだけど、あれも役者さんの実力だもん。あ、ちょっと褒められたら全然照れるやつ。違う違う、これがほんまの照れ屋さんです。違う演技なんてそんな教えられるレベルじゃないよ俺。審査員が行ってそこに呼ばれて、うん、じゃあ蝶々が止まりました、うん、この蝶々が掴もうと思ったけど逃げましたっていう演技をしてくださいって言われて、ああ前向かったけど、ああみたいなのやったけど恥ずかしくて恥ずかしくて、あれからもう絶対演技できねえって思って。俺日本大学の芸術学部の演技コース受かった、うんうん、その時の二次試験が似たようなもんで、うん、あなたは一人で歩いています、すると後ろから何か近づいてくる存在を感じます、うん、その大きな存在が横を通り過ぎていったらお化けだと気づき、うん、でそのお化けが通り過ぎていって目の前でファッていなくなったっていう演技をしてください。だからまさにそれと一緒だよ、うん、もう要するにいないものをいるように見せなきゃいけないわけでしょ、うん、そうそうそう、そういうことか。そうそう、もうそれも知らないけど、だから例えばじゃあ俺の場合はお化けだからさ、こう普通にこう歩いてて、うん、でなんかちょっと背中がゾクッとする感じがして、うん、やばってなるわけじゃない、うん、なんだろうなんだろうって、うん、怖い怖い怖いって、ここまで来てる来てる、でも怖いから振り向けないわけじゃない、でそれを出しながらパッてちょっと見たらブワーって大きな存在が通っていって、でもう声も出せない、息も出せない、もう息も止まったままで消えていって、ようやくってこう崩れ落ちるみたいなのを見せるわけじゃない。演技したすごい、演技した、そうですよね、そうですよね、すごいゴリさん、かわいいゴリさん、違う違う違う、上手で、そのさっき言った千春の蝶々とのちょうど対比を伝えられるなって思ったから今わざとやったんだけど、蝶々の場合は可愛らしいものじゃない、だから相手には蝶々がいるって分かってないわけでしょ、うん、である意味こう見てて、うん、こっちが喜んであげる、うん、わー可愛い、わー蝶々だっていう演技をしてあげて、ゆっくりこう捕まえたいからそーっと近づいていく、もうこうやってやってる時点で多分小さなものっていうのは分かるわけ、見てる人は、うん、小さくて多分攻撃的、危なくないもの、うん、なんか可愛らしいものなんだな、しかもゆっくり近づいてるってことは生き物なんだなって気づくわけ、うん、でその中で捕まえようと思って、はっ、で飛んでいくから、あ、飛ぶものなんだなっていうのが伝わるわけじゃん。そうそうそう。だから知らない相手に何をしてるんだろうっていうのを伝えるときには、まずそれが恐怖なのか安全なのか可愛いものなのか、どういう動きをするのかっていうのを自分の動きと緊張と緩和のやり方とか顔の見せ方とかで伝えるっていうのを見たかったんじゃない、その演技は。へえ、もう全然ダメだったけど。でも恥ずかしがるっていうことが一番のまずタブーだから、ね、演技って、
うん、でもすごく分かる。俺もすごく恥ずかしかったし、人前で何かやるの、うん、でもそれは俺の中ではもう離れでしかないと思ってる。芸人も全員そうだけど、最初はみんなお笑いやりたいとかって言いながらもやっぱり人を笑わせられるのかなって、人前に出ると恥ずかしいって気持ちの方がやっぱり強くなるから、うん、しかも受けなかったらどうしようとかっていう不安もあるだろうし、で実際受けなかったら多分人前でどんどん顔引きつってくるだろうしとか、うん、演技もそうじゃない、下手だなって思われてないかなとか、多分マイナス要素を考えたりしちゃうと思うんでね、うん、やっぱり 100% 自信持って挑戦する人なんてなかなかいないと思うし、うん、結果が出て褒められて自信でついていくもんだから、だから俺も恥ずかしかったけど、やっぱ俺はただのバナナでしかない。もういい匂いする。うわ、結構スパイス効いてる。豆のチップス、いつものちょっと風飛びやすいんで、別で一回お持ちします。わかりました。何のチップス？豆のチップス。豆のチップス。パリパリって言ってください。チキンと魚ですか？はい。野菜と豆。はい。スペシャルバウムです。でかっ。いや、えぐいの頼んでる。はい。デンマ、俺よりえぐいの頼んでる。何ですか？デンマ、デンマ。豚チキン、豚チキン、カレーが、あとこのスパイス、スープとか、副菜並んでる。しかもデンマだけ大盛りにしてる。みんなとご飯の形違う。はい。パッチサビラ。パッチサビラ。これどうやって食べたらいい？ご飯と混ぜていって、中に。うん、あ、もうこれかけていくわけ？もうかけて、かけていいし、食べて食べて、もう自由に。魚はどこどこ？おお。美味しい。魚の出汁すごい効いてる。で、うん、でこれをこう混ぜながらとか、あ、味おお、スパイシー、辛いの大丈夫？好き、うん、すごいインドの独特の香辛料の香りが後から来る。しかもこれ紅芋、紅芋一品ずつ美味しいけど、そうそうそう、美味しい、今日美味しい。これはだからもっといろんなのが入ってて、いろんな味が楽しい。ありがとうございます、うん、うわ、あ、食べた方がいいよ。あ、この独特の香辛料好き、うん、めっちゃインド、日本じゃ出せない、うん、味、うん、大丈夫？いや、結構レベル高いね。美味しいでしょ。あの一個一個の味をサボってないのが分かる。うん、美味しいよ今日、本当に美味しい。マスター、うん、紅芋だった、うん、うん、中のつぶつぶも残してる。香辛料の加工の仕味がそれぞれどうする？自分は何を喋る、何を食べてるのか分からない。これね、何を喋ってる食べてるのかもわからん。味の知識もないから私も説明できない。そこのね、辛いんだよ、大丈夫？これ水飲んだ、これ辛い、これちょっと辛い、美味しいな、ありがとう。ほんまに15年ぶりとかそんな感じ全くないけど、そうだよね、もうなんか沖縄ガリスイルは人間って感じ。ああ。やんでる時に会ってるから、なんか川田さんいっぱい話してるわ。うん、川田さんとか沖縄帰りたいね、帰りたいねって言って、川田っていつも帰りたいねって。そうで、あの私がタイで撮った写真、タイの手帳してバリバリの、うん、あれお土産で川田さんじゃなくて川田さん薬用券です失礼だな貼ってあったよって言って持ってこなかった。アルパの超怖い写真があるんだけど、ちょっともう電話と組みたもん食べたいじゃん。食べてやったかった。いいですか？うん、いいですか？食べた方がいい。いただきます。はい。いただきます。いただきます。うわ、すごっ。美味しいよ。手間暇かかってるのがわかる。わかるよ。うん。うまっ。うまっ。うまいな。辛いけど。全然大丈夫かな。辛い、水飲んでね。私も最初カレー辛いのが苦手でカレー食べれなかったわけ、うん、だけどこの美味しさに気づいて食べれるようになっちゃった。ここのあ、これも美味しい、辛いけど、うまっ、うん、うまっ、いけます？辛いの大丈夫？はい、大丈夫です。じゃあたっぷり、辛いよ、これ辛いよ、ちょっとずつ辛いよ、暑い時に辛いよ、これ。どれぐらい辛さか言って先に。嘘、ごめん、食べなかった、水飲んで
怖かった。いや、やばい。あ、でも、あ、すぐ引く。ちょっとずつ食べたら美味しいんだけど。引き際が勇ましい。レモン、レモン。居座らないね。ジョルは耳から神経みたいな音して耳あ、別じゃ。あ、あれ、神経どこに行ったんだろう。いや、シラルのことだからさ、うん、たまには神経落ちるじゃん。どうなの？どういうこと？どういうこと？何を言ってんの？シラル、こうやって攻めるんだよ、彼ら。大阪の人って感じ。心大きいですよ、関西の方。うん、ありがたいよね。ありがとう。うん、コミュニケーション能力も高いし。まあね、それはもう全国一じゃん。ね、勉強になる。沖縄はどうなんですか？沖縄も気さくなイメージですか？ああ、なんだな、気難しい人も実は多いよね、うん、沖縄って、うんうん、あ、そうなん、うん、東京が楽だったりもする時もある、やっぱり逆にこう人付き合いとかね、うん、いろんなしがらみあるさ、うん、ある。その家族、親戚、うん、同級生とか、あ、これバッテリー忘れたけど、あ、すみません、うん、同級生もね、そう、地元の関係とかさ、いろいろこうそういうので疲れる人もいるさ、うん、東京で全部ほっといてくれるから、うん、そうそう、楽な部分もあるけれども、うん、でもやっぱりこうね、千春がこうやって沖縄帰ってきたように、やっぱ沖縄に帰ってきたからあったかいみたいなのもいっぱい感じるから、うん、やっぱ東京のゴリさんでも確かに東京のゴリさんっていつもバカにするんだよ。沖縄何年住んでました？俺19年だよ。東京は31年だよ。でもいいんだ。東京のゴーバル。そうだよ、そうなるんだ。東京のゴリさん。千春も電話側についた。切るの辛くない？辛いな。ねえ、うん、何だろうこれ。ゴーヤ？ゴーヤだ。ゴーヤだ。やっと分かった。本当だ。お、すごい。今気づいた。気づかなかった。あ、これゴーヤの苦さだ。辛いっていうのも苦い。本当だ。やっと分かった。確かに。インドのスパイスちょっと一瞬錯乱してたけど。あ、ゴーヤだ。なるほど。確かに。だってラッパーでしょ。本当は。知ってるラッパー。うんうん、見た見た。どう？あの歌。どうして？いやいや。キロロさんにラッパ歌わない？できません。フューチャリングで、うん、そんな贅沢な早期の歌、バッチサビタンということで、今回は初の千春とのコラボでしたけれども、千春いかがでしたか？いや、いっぱいお話ができてよかったです。大丈夫ですか？自分の話ばっかりしちゃったけど。逆に俺は嬉しかったかも、うん、千春という人間の成り立ちを知れて、うん、だまあこれを機会にまたね、いろいろコラボして、うん、デュエットも歌いたいねみたいな話もしてたから、うん、なんかそういうのもできたらなと、はい、やれることあるならいいえ、逆に俺が千春と歌えるんだったらもう、はい、こちら光栄ですから。ゴーヤマ、いや、天下全敗のゴーヤマンね。天下無敵のゴーヤマン、需要競争ぬちぐすい、あの町この町訪れ、いや、多分歌詞違うな、もう忘れてる。でも歌えるってことは普段歌ってる？違う、そうじゃなくてさ、思い出した、頑張って。違う、千春に会いに来るときに、うん、どっかから引っ張ってきてわざと流し出したのよ、富田くんが。いや、でもいつもなんかカラオケやったらあれ入れろって言うじゃないですか。一回も行ったことない入ってる、入ってる、分からん、ね、見たこと入ってると思う。でも、読谷村にあります、インドカリーのお店ホフタさん、はい、今回はテラス席で食べましたけれども、中にもね、あの涼しいテーブル席もたくさんありますし、僕らは今回2種類のカレーを選びましたが、大体ね6種類ぐらいの中から選べるので、うん、僕らのは2種類、デマたちのは3種類選べて、全部スパイスも味も調合も違ってて、もう本当にバラエティな味を 楽しめると思います。ぜひとも読谷に来た際はコフタに寄ってみてください。ということで、一緒に話し合ってみようか。
せーの、アシェア。